仕掛けでチャンス作りましたね、はい、今日は水色のユニフォームというこの群馬県産団の涙とフェイクから、これはうまいですね、ですね、やはりいきなりこういうプレー見せてきました、あのボール出させなかったですね、バウンズでダンカからヒップパス、マキ、今シーズン初スターターです、そう、あー、エンドワンですね、エンドワンになりました、涙とそしてパーカーまた外から、いやこれも決めてきました、これはさあ琉球は得点をまた縮めるチャンスです、ダーラム反動して今村に落ちて、ここも波の音がついていましたが、これも決めてきました、パーカーに変わる、ダーラムアッケンバスがついていますが、さあドライブで行ってキックアウトから岸本コーナーから、うん、あーこれを決めていきました、このいいドライブからです、ダーラム少し落ち着かせます、さあもう20秒を切ります、ようやく群馬も得点上げられたんですが、タッチの変わってスリーだー、オープンだから取って打つかっていうところ、ああーナイスロック、そしてそのままボールで勝っています、ダンキへ戻してパーカーファウル、マキーあっエンドワンですね、波のとかついています、ここも激しいマッチアップ、あーブレスいった、うん2人で止めに行きますか、いやダンカーに繋がってクローター決めていきます、これが決まるのがリバウンドダーラムでした、今のは中入ってましたからね、はい、その差は10点です、ダーラム、あーこれはフィジカルいきましたね、ずっとスタート出たのが、ね、はい、11月からスタートだったんですけども、はい、4試合無得点でしたけども、今日は小野寺が素晴らしい活躍も見せています、はい、フェイクからあーよく取った、もつかないところでキーナン、ここは取りました、ジョーンズが運んで、アリュープ、アリュープだー、ダーラムポストアップでいくか、カズスキーもただ体を当てて、おっとダーラム、さあまだ岸本が時間を使ってくる、ここでクーリーが来る、うん、勝ってます、奪いました、うわー今村取りました、そしてクーリーがいる、そのままクーリーのダンク、まだここで今触りました、ここから時計が進んでいきます、ジョーンズが切り立つ、とにかく群馬としてはこういうアタックを続ける、まあでもやっぱりここぞっていう時の、はいはい、決定力とかっていう部分で今日は琉球の方が上でしたね、各選手やはり序盤でのスリーポイントバンバン決めた時間がありましたので、